MLB、ドジャース15メッツ、日本時間21日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ、7回先制、第6戦に、1番、指名打者、で先発出場。ダメ押しの適地打を含む4打数2安打1打点。 三出類二得点の活躍を見せた。ポストシーズン打率286、オプス934。チームは2020年以来4年ぶりのワールドシリーズ進出を決めた。映像、大谷翔平と大舞台に登場も、マミコ夫人がド緊張、可愛すぎませんか。勝負強さを見せつけた。3点リードの6回虫12塁 右腕スタネックの97.8マイル、約157.4キロ、を詰まりながらも中前へ。移送、スミスが生還する敵時打となった。ポストシーズンでは得点圏で9打数6安打の打率、667の大活躍だ。初回戦闘、変則左腕マネーヤから二遊間を破る中前打で4試合連続安打。 テオスカー・ヘルナンデスの中小枝で三塁へ進み、エドマンの左翼戦に点二塁打で先制のホームを踏んだ。マルチアンダは2試合連続でポストシーズン4度目だ。8回虫一塁では四球を選び、シリーズ17出塁はポストシーズン9段新記録となった。異界一回一死一塁は空振り三振、守護神ディアスと対した4回戦闘は補助費に倒れた。 今季途中にカージナルスから加入したエドマンが躍動した。初回の先制に点二塁打に続いて、三回無視一塁では左中間一号ツーラン。シリーズ11打点は2020年コーリー・シーガー、ゲンレンジャーズに並んでリーグ優勝決定シリーズの球団体記録となった。チームは4年ぶり25度目のリーグ優勝を飾った。 ワールドシリーズは本拠地ドジャースタジアムで25日、同26日に開幕。ヤンキースとの決戦は1981年以来43年ぶりとなった。